い、皆さんこんにちは、ワンダリングルフジです。今回は信長の野望小勢力パワーアップギットをプレイしていきたいと思います。前回ですね、松倉城、飛騨を攻め落としたので、今回は雑賀ですね、こちらを攻めていきたいと思っているんですが、機内、ほぼほぼ制圧しつつある中ですね、そろそろ小勢力のプレイの落としどころ、ゴールを設定していきたいなと思ってまして、いくつか考えたんですが、一つがですね、本能寺の変、このイベントを見ていくっていうのを考えています。で、本能寺の変のイベントを見るためにはいくつか条件があるんですけども、その一つにですね、明智光秀と斎藤利光、この二人の武将を八神城に配置しておくというのがあるんですけど、今ですね、肝心の明智光秀とその斎藤利光は浅井長政の配下になっています。で、浅井長政とは今婚姻同盟中なので、攻めを通してその配下の武将を家臣に抱き込むっていうことができないということで、少しこの本能寺の変をイベントを見るのが難しいかなという情勢になっています。実はですね、明智光秀と斎藤利光を配下に入れるために浅井仲間さんに対して同盟の破棄を申し入れたんですが、そうしたところですね、家臣のことごとくが謀反を起こして、プレイが成り立たなくなってしまったので、タイムリープして戻ってきています。なので、ちょっと長政と同盟を破棄するのは難しいかなと。で、もう一つですね、今度はじゃあ長政の方から同盟を破棄させるために、こちらからはですね、従属の脅迫をかけてみました。これも同じでした。脅迫したらですね、家臣のことごとくが謀反を起こしたという状況で、いずれにしても長政との同盟を破棄するのが難しいという状況になっていますので、であればちょっと違うゴール条件を設定しなければいけないなということで、ゴール条件はですね、一応その信長が本能寺の変で倒れた時の最大版図、西は備前、東は甲斐までを制圧したら、小勢力としてはプレイ完了、もうゴール達成ということで、目標を設定していきたいなというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。まずは雑賀攻めというところなんですが、環境設定でですね、ちょっと野戦もう散々見てきましたので、委任してある部隊に関しての合戦はもう見ない設定でいきたいと思います。ちょっとね、予想外というか予定外というか残念だったのがやはりそこなんですよね。で、小浜景隆32歳、詳細見ていきますか。侍大将かで、商業と崩落持ち、投与していきましょう。長政との同盟がね、まさかここまで足を引っ張るとは思わなかったですね。まあ、史実だと信長がね、朝倉攻め、越前の朝倉を攻めた時に長政との同盟を、長政側が破棄するような形で、金ヶ崎のね、退き口なんていう、信長にしては珍しい敗戦のパターンがあったんですが、この中ではちょっとそういうイベントがもちろんなくですね、長政との同盟が健康なまま維持され、かつ長政が少し大きくなりつつあるという厄介な状況になっているので、なんとかまずは光秀と利光をこちらの、ね、配下に入れたいところなんですけどね、そこがちょっとうまくいかないところですね。で、雑賀攻めの方なんですが、雑賀攻めを入れていきたいんですが、兵糧がちょっとないな。で、お金は3万6000円あるので、次商人が来た時には3万6000円を使って兵糧を買っていきましょう。で、あとですね、一応堀秀政、こちらの方で委任状態にはしてありますが、兵糧を安土城に届ける手はずになってますんで、これは引き続きやっていきましょう。で、ちなみにですね、今兵も安土から出せないので、死者ユニットね、どんな感じになるかっていうのを見ていくとですね、お金は持っていかなくていいですけど、なんかね、うまい感じで同盟を破棄できればよかったんですけどね。
なかなかそうはいかないっていうねところだったんですよね。長政とのね同盟が破棄できちゃえば一番いいんですけどね。ここがね、あの編集でもちょっとないところなんですよね。編集できるのはこの城の規模とか、兵数とかこういったところはね、正直パワーアップキットだとできてしまうんですが、今欲しいのはこの利光なんですよね。利光、これがねどうしても欲しいんですよね。で、所属とかっていうのはご覧のように変えられないんで、あ、今おっしゃいましたけどね、所属でこれを信長の方に変えるっていうことができちゃえば一番いいんですけど、ご覧のように所属はどうしても変えられないんですよ。ってなるともうちょっと打つ手がなくて、さっき言ったようなゴール設定にせざるを得ないっていうね、状況なんですよね。お、小谷近辺で地震があったみたいですが、その武将のね、所属もエディターで無理やり変えるっていうことができれば、まあ、ちょっと邪道ではあるかなとは思うんですけど、そういう手立てもあるんですが、それもちょっとねできないっていう状況だと、少しその本能寺の変を見ていくっていうイベントが難しくなってきちゃいますよね。安土にようやく商人が来てるので、そしたら政治が高いのは利家か、政治が高いイメージはないけど、利家に兵糧を買わせましょう。これで兵糧が 42,000 になったので、次のターン、今ちょっと塞がっちゃってるので安土城の周りが、次のターンで安土城からも出兵させていきましょうか。さっきからお話してるようにね、本能寺の変を見るためのイベント調整が思ったより難しく、かつこのパワーアップキットでもそこがうまく回せないってなると、本能寺の変のイベントを見るのは少し難しいですね。では信長も出陣させていきましょう。で、信長に続いて戦闘力の高い勝家、あとはですね、まあ、信忠とかも出しときますか。まあ、将来のね信長の跡継ぎですからね。それに戦闘力の高い武将として正勝、まずはこれくらい出しとけばいいでしょう。他の城からも軍勢は出てますからね。で、秀長なんですが、今できるのがですねこれくらいなんですよね。同盟、婚姻、手切れ、脅迫、貢ぎ物、援軍、推挙に委任、詳細なんですが、詳細はちょっと見てないな。詳細見てみますか。詳細は秀長の詳細を見るだけだな。ちなみに推挙というのは何をするのか、ちょっと推挙見てみますか。推挙できる官位がありません。そうですよね、官位がなんか推挙はできないと。貢ぎ物もできないしね。婚姻はもうこの大名は竹と婚姻してますって、もううちと信長と婚姻してるんですよ。同盟を結ぶ必要がないと言われちゃってるんですね。この手切れと脅迫をやると、さっきお話したように全てが終了するので、それがちょっとできないんでね。
で一乗谷とかに関しても今今だと浅井の領地になっているので、ここに勝家を配置するっていうことももうできないんですよね。少し残念なのがやっぱりそのあたりにはなってきますね。できればね、見たかったですよね、本能寺の変のイベントは。なので最初にやっぱり苦戦していた状況とはいえ、あの時に長政と婚姻同盟を結ばずにいた方が良かったのかなっていうね、もう今更ですけどね。で今着々と進めてはいるんですけど、あの西岸を攻めた後じゃあどこを攻めるかというと、さっきからお話しているように本能寺の変がゴール設定にできない以上はですね、西は備前、東は甲斐というところなので、真畑の攻めに続いて別所攻め、さらには甲斐の武田攻めとねやっていかなきゃいけないので、結構忙しく軍を派遣していかなきゃいけない状況っていうのはこのまま続きます。さあ信忠がもうすぐ敵の射程圏内に入ってくるので、そろそろ、しっかりと見定めていかなきゃいけないかなというところなんですが、味方の軍勢が少し数が足りないかな。大坂あたりから軍を出していきましょう。そうすると関森信を出しますか。ちょっと数は少ないけど、まあ死の物打ってられませんからね。この小勢力に関してはもう敵を囲むっていうのがね重要になってきますからね。でここで信玄が死亡と、で慶喜が後継者ですね。でちょっと今ちらっと見えましたけど、どうだろう、西岸の方に敵の増援なのか、それとも第三国なのか、いずれにしても増援らしきものが来てますね。これは香川か。香川となると三好家じゃないかな。長宗我部だね。長宗我部が来てるね。長宗我部と鈴木の関係はどうなってるんだ。森政、片桐、勝本とかこの辺りはもともとどうでしょう、こちらにいた信長側の武将かもしれませんね。まあ、いずれにしてもだ、うかうかはしてられないですね。浅井がしっかり一乗谷に攻めてんだよね。浅井の勢力がねどん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 大きくなってるんで、なんとか浅井をね
向こうから離反させたいんですけどね。同盟の期間があとどれくらい残ってるかっていうのもちょっとわからないしな。婚姻同盟だと基本的にお市様が死なない限り婚姻が維持されてるんで、同盟はね、基本維持されたままになりそうな気もしますし。ちょっと情報で大名一覧で浅井見てみましょうか。浅井家は151ヶ月同盟が残ってるんで、10年以上同盟が残ってますね。これをやっぱり破棄するのは難しいよな。まあ事実上無理と言っていいでしょうね。なるほど。となるとやっぱり本能寺の変のイベントを見るのは諦めましょうか。情報大名一覧でここでその残りのね同盟期間とかが編集できればいいんですが、ちょっとさすがにできないですね。武将エディターでちなみにですね、できるのはさっき見たのと同じですよね。所属がね変えられないんですよね、所属がね。なのでまあちょっとしょうがないですね。備前、甲斐、西は備前、東は甲斐、ここまでですかね。さあでは犀賀の方を囲んでいきましょう。いよいよ犀賀もだいぶだいぶ囲んできましたからね。おっとここは信忠 VS か。松倉重信、松倉家滅びた後ここにいたんだな。おっと信忠が早速ピヨってやがるな。まあ、信忠の能力だとしょうがないな。これは下手したら終わるね。信忠不甲斐ないね。まあ、解放されただけまだいいか。これでね人質になったり最悪なんとびっくり信忠が犀賀の鈴木家の配下になるなんて可能性もなくはないですからね。では勝家の横槍を入れて一気に本陣を攻めますか。どうするかな。本陣攻めこれでいけるかな。いけそうですね。松倉隊の本陣を一気に攻め落としましょう。ちょっと数が足りないかなという感じもしてきたな。どうですかね。犀賀の方の城の数1855、数はもう多くはないですね。次兵が出てきたとしても数は知れてるかな。数豊もどん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 能力が上がってきて水軍は
B まで来ましたね。才賀の方は2767まで兵が回復してるな。次のターン才賀攻め落とせなかったか。攻めないでほしかったな。あそこはね、自分の手できっちりきっちり、行動済みのフラグを立ててあげなきゃいけなかったですね。たまに忘れちゃうんですよね、その行動済みフラグをつけ忘れるっていうね。さあ次のターンで完全に囲めるかな。あとは才賀から人が出てくるかどうかぐらいですね。才賀から人が出てきたとしても、まあ3000の兵は出てこない。いやー出てくるね、前の隊か。しかも長宗我部からの援軍ですね、あれは。であればどうでしょう、長宗我部からの援軍が完全に到着する前に城攻めをちょっと強行してみますか。数はちょっと足りないですが、勝家と信長合わせて、8000の兵ですね。で、城兵は2500。ちょっとこれで攻め入ってみましょう。でちょっとここは委任しちゃいますけど、委任すると何がいいかというとですね、信長ないし勝家の本陣がどこにあるかがよくわかるんですよね。これが自分で動かすとどこに本陣があるかがわからなくて、本陣が壊滅して城から撤退させられるっていうケースが結構あるんで、まあ、それを防ぐ意味では城攻めに委任っていうのは結構おすすめかもしれませんね。でこれちょっとうる覚えなんですけど、あの PS 版あるいは PSP 版の小勢力だとこの城攻めのフェーズが確かこんなんじゃなかったような気がするんですよね。なんかもうちょっと単純な絵面だった気がするので、PC 版のパワープキットをプレイしてちょっと衝撃を受けたのはそこが一つありますね。で才賀落としましたと。まあ、無事才賀を攻めたんで。で鈴木家はですね、もう一つ城を小山御坊の方に持っていたので、小山御坊の方の、攻撃隊を送っていくというのも一つ手なんですが、そこを誰に任せるかっていうのと、あともう一つはそもそも小山御坊に手を入れていくかというところなんですよね。クリア目標である備前に攻め入る、あるいは甲斐に攻め込むっていう方を優先した方がいい気もするので、まあ鈴木家討伐は浅井長政に任せておきますか。では、武将を移動させましょう。信長はじめ、勝家と正勝は安土に戻しましょう。で名古屋、松倉、二条城、大阪にいる何人かを災害に入れますか。
浅井が一乗谷を攻め落としましたね。いや、いよいよ浅井が本当にでっかくなってきたな。浅井もこれで4つの城、まあ小勢力の場合だと1つの城ごとに1つの国の割り振りになっているはずなので、今だと4つの城を持っている浅井は4つの国を持っているのと同じですからね。でかいですよね、そう考えると。まあ、ただ一つ、邪魔くさかった災害を落としたことによって西側は少し攻めやすくなってきたかなという印象はありますね。で、次の目標は八神城に設定していきましょう。旗野の八神城に設定していきます。で、これによってビゼンにより迫っていくっていうね、構えを取っていきましょうか。で、こっからはちょっと2正面作戦ですね。八神城を攻めるところと、あとは甲斐を攻める部隊で少し分けていきたいかなと思います。で、甲斐を攻める部隊は安土城の信長を含めて甲斐攻めに入れたいので、まあ、基本的にはその安土城を境にどっちを攻めるかっていうね、選択の範囲に入れていきたいと思います。なので、安土城はね、直轄なのでこのままでよくて、大川地城からはですね、深志城攻めに入っていきましょう。ちょっと待ってくださいね。今松倉城まで攻めていて、次はやっぱり武田の深志城で合ってますね。深志城攻めを入れていきましょう。岐阜の委任状態は深志城になってるね。で、名古屋はというと委任状況は岡崎になってるのか。岡崎はね、家康の領地になってるので、まあ、そこを攻める必要は全くないので深志城に変えていきましょう。で、大川地城も目標は八神城になりますね。で、もう一つ松倉城ね、ちょっとここはまだまだ開拓発展途上というところはあるんですが、この八神城じゃない松倉城の部隊ももちろん深志城攻めに入っていきます。まあ、こんなところですかね。で、一乗谷には鈴木が持っていて、小山御坊も鈴木、あ、なるほど。さっき攻められたのは鈴木が、一乗谷を取ったんですね。なるほど。これはある意味ありがたいな。鈴木の小山御坊かなりでかい城に発展してますけど、この小山御坊の舞台が鈴木家が一乗谷を取ったんですね。浅井から取り返したって形か。なるほど。であればむしろいいね。小谷にこのあと鈴木の部隊が攻め込んでくれると、あるいは浅井が滅んで、まあでもそうするとあれか、利光と光秀がそのまま鈴木家になるだけですね。で1582年だ、あと10年以内に、今72年なので、それを滅ぼせるかっていうとちょっと難しいかな。まあ、いずれにしてもただ八神城と姫路城、こちらを順々に攻略していかなきゃいけないのは間違いないので、兵をじゃあ出していきましょう。まずは信長ですね。深志城攻め、まあ、武田攻めですね。武田攻めの部隊を出していきましょう。
ちょっと信長を先頭にしてるのはどうなんだろう。次のターンで入れ替えましょうか。1部隊もう2部隊ぐらい出していきたいですね。秀吉をさらに出して、もう1部隊出しましょう。これ誰出すかだな。秀政か信忠か、まあ信忠にしましょう。まあ実際信玄亡き後の甲斐攻め総大将は信忠でしたからね。じゃあこれでターンを送っていきます。なんとかね、その小山御坊から増援出してあげてほしいけどな。このままだとどうだろう、一条谷が落ちるんじゃないかな。高虎にいくつか部隊出てますからね。そうするとどうなんだろう、この信忠とかは一条谷を攻めてみますか。いやでも一条谷を取った後にこの鈴木家と信長がまたぶつかるだけで、この小谷がね落ちて、武部山が落ちて、浅井が滅ばない限り光秀とかがね配下に加えられないのでやめましょう。あまりいい策ではなさそうなので、予定通り進行していきましょうか。で信長先頭にするのは危険なので、信長最後方から進ませましょう。お、八神城の戦いが早速始まってますね。一条谷は再び浅井のもとになりそうですね。このままだとね。さあこちらは構わずに深志城攻めを実行していきましょう。ちょっと味方の他の城からの増援が出てないのが気になりますが、まあ、これは状況を見ながら出陣を直接促していきましょう。まあ促すっていうかね、命令するだけなんですけどね。島左近が侍大将に昇進してますね。うん、一条谷を攻め落としましたということで、再び浅井のものになりましたけど、今ちらっと見えたけど小山御坊からかなりの軍勢が出てるね。ここ見るとね、そうそうたるメンバーが出てるんで、これは下手したら浅井の一条谷にはまたまた主が変わるかもしれないですね。さあこちらは深志城攻めに注力していきましょう。ちなみに深志城の近辺の海津城は上杉かで、つつじヶ崎館は武田の本拠地なってるんで、やっぱり深志城ですね。武田の喉元にくさびを打ち込むという意味でも、武田を滅ぼすための準備段階にという意味でも深志城は欠かせないかな。
で八神城の方は任せてますが、かなりの部隊が取り付きつつあるので、八神城の方も時間の問題で落とせるかな。八神城の方は城兵がただ2万3000もいるのか。これは少し時間がかかりそうですね。八神城は攻め落とせませんでした。まあ1回では無理だよね。まあ3回4回と攻めかかっていかないと八神城落ちそうな気配はないですね。だからこれ1582年までにその西は備前、東は甲斐まで滅ぼして、さらに武将本能寺の変がはまるように、八神城に光秀と利光、姫路城に秀吉と官兵衛、一条谷に勝家っていうね、配置をしていくのは少しね難易度が高いかもしれないですね。はい、というわけで少し時間が長くなってきましたので、今回はここまでにしてですね、次回は八神城攻めに続いて、信長本体の方は武田攻めを継続していきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で動画の更新状況と、あと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。